こんにちは。お元の方面です。今回は赤星病について。トピックは症状。赤星病が出てしまったら、防除方法と薬剤。赤星病が出やすいのは、また出にくくするには。まとめ、私たちの農薬の考えについてお話しします。高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。では、行ってみましょう。赤星病の症状、病状。 赤星病はこの写真のように赤い斑点が出る病気で、お元の病気の約80から90%がこの赤星病になります。ちなみに、これからの赤星病への対策などは全て他の病気でも同じです。虫など病気以外では違います。赤星病の症状は、初期が黄色い斑点で、葉の先端、 いや、裏側に出ることが多いです。また、下葉、特に抵抗力の弱っている、落ち始めている下葉は感染することがあります。症状が進むと赤い反転になり、次第に大きくなってきます。最終的には赤い反転というよりは黒い反転に赤や黄色の縁取りのようなスポット、反転になります。 赤星病が出てしまったら、もしこの赤星病が出てしまったら、なるべく初期の段階で見つけて、その部分、できればその葉全体を根元から切り落とし、焼却処分します。その赤星病を拠点に、周囲や温室全体に胞子は散っているので、すぐに殺菌剤を散布すると良いでしょう。ちなみに、 この赤星病に移ったからといって、おもとは枯れないので心配しないでも大丈夫です。防除方法と薬剤。赤星病の防除方法は定期的な殺菌剤の散布。これにつきます。植物の病気は発症してしまったら切除しかないので、どうしても葉を干渉するおもとにとっては致命的です。また、殺菌剤は 発症してしまった病気には効きません。殺菌剤は事前に植物全体をバリアするように殺菌剤の膜を張り、そこに来た病気を殺菌しますので、常に植物の殺菌剤のバリアがあるように定期的な散布が欠かせません。この殺菌剤のバリアは 転着剤を殺菌剤散布の際に入れることで長く持ちますが、水やりや雨によってちょっとずつ流されてしまいます。そのため、春や秋のように雨が多く、成長期で水を多くやる時期はバリアが流されやすく、2、3週間に1回殺菌剤の散布をしますし、逆に冬場の 水やりを1ヶ月に3回ほどしかしないときは、もう少し間隔を空けても大丈夫です。薬剤。ホームセンター、農協さんで売っている殺菌剤を使います。殺虫剤ではありません。殺菌剤を使います。ベンレート水和剤、ダコニール水和剤、オーソサイド水和剤、マンデブ大仙水和剤などを私たちお元の方面では使っています。 赤星病が出やすいのは、葉の長いものは出やすい傾向にあります。また、雨によく当たる場所も出やすく、殺菌剤のバリアが取れやすいので、定期的な殺菌剤をすることが肝心です。肥料が多い、特に窒素肥料が多いと病気になりやすい傾向があります。日当たり、風通し、肥料を欲しがる品種なのか、 など、その場所、そのおもとにあった肥料の量を加減しましょう。逆に赤星病を出にくくするには、風通しが一番の防除方法とも言えます。湿度がこもるような場所や、おもとが詰め込みすぎて、風が通らない場所は病気が出やすいです。室内で絶対に病気は来ないと思っても、 自分が着ている服などにつけて、胞子を持ち込んで、室内のおもとに病気がかかってしまうこともあります。自然界にどこにでもある胞子なので、定期的な殺菌が良いでしょう。健康体なら、どんな病気、虫にも抵抗力がつきます。外棚、温室でも、外の自然の風が入ってきて、病気の胞子は飛んできます。 適度な日当たり、肥料で健康に育て、夏の暑さや冬の寒さ、多少の雨など、厳しい環境にも慣れさせることで、たくましい健康有料時に育ちます。畜作液。私たちお元の方面では、蓄作液を5000から1万倍に薄めたものをかけています。微量要素、植物の活性化、葉の艶、 などのためですが、私たちが一番狙っている効果は虫除け。病気は虫が持ち込み、お棚全体に広げます。虫自体をお棚に近づけなくさせるために、蓄作液の1万倍液を定期的に水やり代わりにしています。まとめ。赤星病の症状、病状は、黄色、赤、黒の反転です。 出てしまったら、まず切除、焼却処分し、殺菌剤を散布します。赤星病の防除方法と薬剤、殺菌剤のバリアは最初に装備させないと意味がありません。定期的に、ベンレート水和剤、ダコニール水和剤などの殺菌剤と転着剤と一緒に散布します。赤星病が出やすいのは、葉の長いもの、 雨が多いところ、水が多い時期、肥料の多いおもとが出やすいですが、どのおもとでも出ます。赤星病を出にくくするには、風通し、定期的な殺菌、健康的に育てる、蓄作液をおもとの方面園ではしております。私たちの農薬の考え、私ども,おもとの方面園では、 できるだけ農薬を減らしたいと、蓄作液、わらばい、微量要素、ニンニクだったり、農薬以外も様々に使用しながらやっています。しかし、真夏以外は全国からおとの仕入れをしている以上、外から病気は持ち込んでしまいます。おとを商売する以上、農薬は使いますが、や,さやはり、 理想的でベストな近道は健康的な大人の環境を作る過保護にせず健康的に育てることが一番だと思っております皆様でこんな風に防除していますこんな工夫をしていますというものがあればここで皆様とシェアできればと思っていますぜひコメントでより良い病気の対策を教えてくださいまた こんな場所でやっていたら病気になってしまった。そんなお話も教えていただければと思います。赤星病については別の動画もありますので参照してください。はい。では今回の赤星病についてはいかがだったでしょうか私たちおもとの方面は、はじめよう伝統園芸おもとという本も年の差しょぼうさんから出版しています。そちらもおとづくりの参考にしてください。また、 この説明欄から飛べる私たちのホームページや、この YouTube で、おもとに関することを様々に発信していますので、今回の情報が少しでもためになったという方は、いいねボタン、チャンネル登録、人におすすめをしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。おもとの方面でした。